ただいまより重賞競争2022シーズンファイナル岩手県競馬新聞連盟杯第47回金杯 M2 の表彰式を行います。まずはじめに優勝馬ミニアチュール号の関係者の皆様をご紹介します。馬主平川俊雄様、生産者下神戸牧場様、調教師佐藤裕二様、騎手山本正俊様、厩務員渡辺正彦様でございます。はじめに岩手県競馬新聞連盟会長賞の授与です。岩手県競馬新聞連盟会長宮崎博様より馬主に対しまして金牌が、優勝馬関係者に対しましてワインセットの目録が贈られます。それでは馬主様に対しまして金牌が贈られます。おめでとうございます。続きましてワインセットの目録でございます。おめでとうございます。調教師佐藤裕二様、おめでとうございます。山本正俊様、おめでとうございます。厩務員渡辺正彦様、おめでとうございます。続きまして奥州市長賞の授与です。奥州市財務部競馬対策室主幹高橋博之様より、馬主に対しまして南部鉄器が贈られます。それでは馬主平川俊雄様、南部鉄器が贈られます。おめでとうございます。続きまして岩手県厩務委員会会長賞の授与です。代理といたしまして滝山開催室務委員長より、厩務員に対しましてトロフィー並びに商品券が贈られます。それでは厩務員渡辺正彦様、トロフィーが贈られます。おめでとうございます。商品券でございます。おめでとうございます。最後に開催執務委員長賞の授与です。滝山開催執務委員長より優勝馬関係者に対しまして賞状が贈られます。それでは馬主平川俊雄様、賞状でございます。おめでとうございます。佐藤裕二調教師、おめでとうございます。山本正俊騎手、おめでとうございます。渡辺正彦厩務員、おめでとうございます。お集まりいただきましたファンの皆様ありがとうございます。関係者の皆様に今一度大きな拍手をお送りくださいませ。ありがとうございます。以上をもちまして表彰式を終了いたします。今シーズンも岩手競馬をお楽しみいただきまして誠にありがとうございました。